C 級軟式飛行船 C 級軟式飛行船は第一次世界大戦後まもなくしてアメリカ海軍により開発された紹介用飛行船である。訓練用途には非常に適していたものの紹介行動には限定的な価値しか持たなかった B 級軟式飛行船をもとに体系的な改良が施されている。この機はより大型で2機の発動機を備え、 より長大な航続距離を備えた。船体の生産は再び、グッドイアン社と、グッドリッチ社の間で分けられた。操縦室は、カーチスエアロプレーンモーターカンパニーのバージェス、部門とセントルイスエアークラフトコーポレーションが生産することとなった。全十0紀の C 級難式飛行船は1918年に配備され、1919年と1920年には、 海軍の飛行船基地すべてで従事した。1921年、C-7 期はヘリウムで膨らまされた、最初の軟式飛行船となった。1922年、海軍は C 級軟式飛行船の最後の2隻 C-7 及び C-9 のガスを抜き、絞ませた。C 級軟式飛行船は、第一次世界大戦に登場するには遅すぎたが、 様々な活動に用いられた。訓練用にはもとより、他に開発用途が存在した。C-1 は飛行中に航空機を発進させた最初の飛行船であり、1918年12月12日、ニューヨーク州、ホートティルデン上空で C-1 はカーチス JN-4 を投下した。C-1 は、さらに任務を試したが、これは、 海軍の飛行船が彼らの勤務の残りで果たせたものだった。それはフロリダ州キーウェストに飛び、そこで潜水艦が練習発射した魚雷を見つけ出すものだった。名の知られた C 級軟式飛行船は C-5 であるが、この機はカナダのセントジョンズに飛行した。ここではアメリカ海軍の保有する重航空機カーチス NC 飛行艇と競争で、 大西洋横断飛行が行われる計画だった。この計画は C-5 が地上の乗員たちの制御を離れて外洋へ吹き飛ばされた時に終わりを迎えた。C 級難式飛行船の2隻はアメリカ陸軍へ譲渡された。1919年7月2日、メリーランド州キャンプホラバードに着陸途中の C-8 は爆発を起こし、 見物していた約80名の成人と子供を傷つけた。1マイル遠方の家屋の窓が爆風で割られた。1921年7月7日、アメリカ海軍の飛行船 C-3 はバージニア州ノーフォークのハンプトンロード海軍航空基地で炎上した。当初、アメリカの熱核爆弾であるファットマンの弾道特性は著しく悪かった。ロスアラモスの技術者たちは、 この兵器の厄介な外形を空気力学的に適した形に修正する努力を払い、マーク砲核爆弾の弾体形状は C 級難式飛行船の船体形状がベースとされた。主要所原性能兵装、ありがとうございます。